ボンゾドッグ・トゥーダーバンドは、1960年代に、イギリスで結成されたバンド。ボンゾドッグバンドの名でも知られている。1962年9月25日、ビビアン・スタンシャルとロドニー・スレーターによって結成。バンド名の、ボンゾドッグとは1920年代に、ジョージ・スタディによって作られた英国で人気のあった漫画キャラクターで、ダダは20世紀前半に起こった。 芸術運動のこと。ジャズバンドとしてスタートした彼らは、バーノン・ダドリー・ボヘイ・ノー・エル、ニール・イネスといった一祭が加入することでコミカルな演奏スタイルで演劇舞台、パブを中心とした演奏活動で名を上げていった。1966年4月、シングル、マイ・ブラザー・メイクス・ザ・ノイジズ・フォー・ザ・トーキーズを、翌年にはアルバム、ゴリラを発表。既存の楽曲のパロディや替え歌。 インチキ臭い歌詞なども盛り込みつつ、華やかで楽しげなメロディと堅実な演奏で迫る内容は大きな注目を集めた。1968年、ロック色を強めたアルバム、おばあちゃんの音質のドーナツを発売。1969年には、タッドポールズ、ケインシャムと2枚のアルバムを発表したが、ザフーやキンクスとのアメリカツアーを機に、 メンバー間の様々な問題が表面化し、イギリスへの帰路にて解散を決定した。1972年になって、再結成アルバム、Let's Make Up and Be Friendly を発表するも、ボンゾズとしての活動は続かなかった。なお、ビビアン・スタンシャルは1995年に、住居の火災により亡くなっている。2006年になり、 レコードデビューから40周年記念の再結成が実現し残存する元メンバーを中心にロンドン・アストリアでコンサートが行われたその後も断続的にバンドは活動を続け2007年には35年ぶりとなる新作アルバムポアラムール・デシュヤヌを発表しているボードビルメンバーなど楽器をやっていなかったり何をやっていたのか不明なメンバーも多かったと言われるが 各となるメンバーは以下の通り、ロンドンにあるセントラルスクール・オブ・アートンの交友を中心に構成された。他のメンバーにはデニス・コーワン、ジョエル・ドラックマン、デイブ・クレイグ、サム・スプーンズ、バーノン・ダドリー・ボヘイ・ノエル、ボブ・カーラが在籍している。1967年にビートルズの映画マジカル・ミステリー・ツアーに出演し、デス・キャブ・フォー・キューティを演奏したことで広く知られている。 その他にもビートルズメンバーとの縁が非常に強い。彼らの代表曲の一つで、ニール・イネス作曲の恋のスペースマンは、ポール・マッカートニーが編名でプロデュースした。レックス・ラリー・スミスは、ジョージ・ハリスンの大親友として有名であり、アルバム、ジョージ・ハリスン帝国収録の主人公レックスという曲は、彼のことを歌ったものである。後にイネスは、TV 番組、 All You Need Is Cash にて、ビートルズのパロディバンド、ラトルズの中心メンバーとなったが、この番組にもジョージが出演している。彼らと活動を共にすることも多かった、コメディミュージックグループ、スキャッフォルドのメンバーの一人、マイク・マクギアは、ポール・マッカートニーの実定である。なお、リバプールシーン、スキャッフォルドのメンバーで、詩人、ロジャー・マッコーも、 オールユーニードイズキャッシュに出演している。ありがとうございます。